ペリシテ人による正規ダッシュは旧約聖書のサムエル記に記述されるペリシテ人がイスラエルから契約の箱を奪った出来事である。ドゥラエウロポスシナゴーグにあるペリシテ人による正規ダッシュのフレスコが戦いの前イスラエルはエベン・エゼルでペリシテ人はアフェクで陣営を張っていた。エベン・エゼルとアフェクの間で起きた戦いでイスラエルは負け契約の箱は ペリシテジュンに奪われた。契約の箱は、白の神殿にあったが、戦いの勝利を願うために陣地に持ち出された。しかし、イスラエルは大祭司エリの息子である、ホフニト・ピネハスが殺され、契約の箱が奪われるという、大きな敗北を経験した。契約の箱が奪われたという知らせは、それを聞いたエリが、ザから転げ落ちて死に、ピネハスの妻が生まれた子に、イカボドと名付け、 その後死ぬほど大きな衝撃であった。ニコラプスさんによるアシドトのペスト。ペリシテ人の町アシュドットにおいて契約の箱がダゴンの神殿にあった時、ダゴンの像が契約の箱の前にうつむきに倒れているのがその日の翌朝に見つけられた。それからダゴンの像が元の位置に置かれた後、さらにその日の翌朝に ダゴンの像が再度契約の箱の前にうつむきに倒れているのが見つけられ、この時は像の頭部及び腕部が破壊されていた。契約の箱は、それ受け取ったそれぞれの町にいる人々を腫れ物で苦しめたため、ペリシテ人は契約の箱を彼らの領土にあるアシュドット、ガザ、エクロンの町に移動させなければならなかった。この薬病は、種の手によるものであると説明されている。 エースティラップは、足取における腫れ物、その後に、契約の箱を受け入れたガザにおける腫れ物と、非常な騒ぎ、さらにその後に、契約の箱を受け入れたエクロンにおける、恐ろしい騒ぎとそれで死なない人に対する種物、というように時間が経つにつれて、契約の箱による災いの程度が増していることから、罰の厳しさは、時が過ぎるにつれて増すことを指摘している。それから、ペリシテ人は、 どのようにこの薬病を終わらせるかということに関するペリシテ人の占い師の助言に従ってペリシテ人の5人の支配者を意味する5つの金の腫れ物と5つの金のネズミの像をイスラエルの神に対する罪の備え物として作ったそれから彼らは金の備え物を契約の箱と一緒に車に乗せ首気をつけたことがない2頭の牛にその車を引かせた契約の箱は 後に久しくとどまることになる、キルヤトエアリムにある家で発見される前に、ベトシメシュで止まった。契約の箱のダッシュに関する、この話には、サムエルの名が現れない。ビル・アーノルドは、このことは、契約の箱の力を称えるためであるという。複数の学者は、サムエル記上4章から6章とサムエルか下6章の記述をまとめて、ダビデの立身、あるいはさらに遡って、 新明期に記述される歴史に合流する古い起源を表していると考えている。ロバート・アルターは、サムエル記上4時22分は、グローリーイズエックスイールドフロムイスラエル」と訳されるべきであり、ペリシテ人による正規ダッシュはルザイの一種であると主張している。ピーター・ライトハートは、この時、イスラエル人はルザイに値したが、契約の箱が代わりに追放された、つまり、 神は追放し、神の民族に対する契約の呪いを引き受け、追放している間に神はペリシテ人と戦い、ペリシテ人の神々を任したという。また、ライトハートはペリシテ人による正規ダッシュとデーエジプト期に記述される銃の災いの間に多くの共通点があることを見つけた。契約の箱は薬病を引き起こし、ペリシテ人の神々を貶め、 宝物のすべてを返却させた。実際に、ペリシテ人の占い師は、サムエル起乗6、6においてで、エジプトの際の災いに言及している。サムエル起乗4章サムエル起乗5章、6章サムエル起乗5、6サムエル起乗5、6から8サムエル起乗5、9から10サムエル起乗5、10分マイナス12、エスターラップ、ホワイハズ。 ヤーウェデフィーテッドアストゥデイビフォーザフィリスティーンズ、ザクエスチョンオブザーアークナラティブ、ティンダルブレティン、5194、ビルティアーノルド、サミュエル、ブックスオブインビルティアーノルド,ド HGM ウィリアムソン、ディクショナリーオブザオールドテスタメント、ヒストリカルブックス、867、KL スパークス、アークオブザコベナントインビルティアーノルド,ド、HGM ウィリアムソン、 ディクショナリーオブザオールドテスタメントヒストリカルブックス 91EN ロバート・オルターザ・デビット・ストーリー 26EN ピーター・ライトハート A3 通目アンエクスポジション・オブ・イチ・アンド・ニ・サミュエル56ピーター・ライトハート A3 通目57ありがとうございます